今日はむっちゃんの大好きなじゃがいもを使ってじゃがバタを作ってみます。今日はじゃがバタを作ります。それではじゃがいもを洗います。皮を剥きます。はい、芽を取ります。ちゃんとそれっぽくできてるね。大丈夫そうかな。むっちゃんが食べやすいようにちょっと切ります。ね、手が怖い、気をつけてね。うよよっしゃ。ラップをふんわりかけてレンジでチンします。ふんわり、はい、火が通ってるか確認します。では実食いただきます。いい香りしてるね。よし、じゃあどんな感じか、むっちゃん試食してください。いいの？いいよ。ありがとう、いただきます。あ、うん、うまい。あ、ほんと？非常にうまい。よかったよ。とってもうまい。次次、あ、え、いや次僕が食べようと思ってた。はいよ。あ、うん、うまい。あ、え、いや俺が食べようと思った。うん、うまっ。自分で作ると美味しい。うちが作ったの美味しくないって。ええー、美味しいよ。いや、ガッちゃん美味しかったわ、じゃがバター。うん、結構美味しいね、これね。うん、また作ってね。うん、味見はヒフティヒフリでするからね。全部味見食べちゃうんだもん。うん、うん、あれ、味見だったんだ、本食べかと思ってた。はい、いかがだったでしょうか、ガッちゃんの晩ご飯。突然ね、あ、なんか包丁を持つとか言い出した時はびっくりしてね。ピーラーも多分本当人生初めてで思ったんじゃないかと思いますが、とても美味しくいただきました。今回はじゃがいもでしたが、どんどんレベルアップしていきましてね、違う食材でもいろいろ作らせてみようと思います。